こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、50代の大人世代が着ると NG な服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、僕の普段のチャンネルでは主にですね、30代後半から40代の男性に向けておしゃれの基本をですね、皆さんにお届けしているわけなんですが、結構ですね、50代の世代の方にも多く僕の動画見ていただいてるんですね。そうなると40代の子の着こなしと50代の着こなしではやっぱり違いが出てくるわけなので、どうも大山さんの提案だと若く見えすぎるなとか、ちょっとしっくりこないなというですね、50代の男性も少なくないかなと思うんですね。ですので今回の動画では50代の男性に特化して、どのような着こなしが NG なのか、そしてどのようなところをですね、意識しながらアイテム選びをしたりだとか、コーディネートをしたりすればいいのか、このあたりをですね、しっかりと皆さんにお伝えをしておきたいなと思っています。まあ、僕自身は現在40代の前半ではあるんですが、普段はスタイリストとして活動していまして、結構僕のお客様には50代の方が多いんですね。そうなると僕自身の着こなしと50代の方の着こなしというのは全く方向性だとか考え方が違ってくるので、まあ、このあたりもしっかりと皆さんにお伝えする必要があるなということで、今回はですね、完全保存版という形で50代の方の着こなしの基本をですね、しっかりめに解説をしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしているので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に50代の大人の男性のですね、おしゃれの鉄則をですね、 NG 例も出しながら皆さんにしっかりめに解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず具体的な項目に入る前に50代の男性の特徴について改めて押さえておきたいなと思うんですが、まあ、僕自身現在40代なんですけども、40代前半まではですね、30代の頃の着こなしの延長線上でなんとかトレンド感も楽しみながら着こなしをですね、構成することができるんですが、これがですね、40代後半ぐらいからちょっとなかなか厳しくなってきまして、30代の頃の延長線上ではちょっと行きづらいかなというのが感覚としてはあるんですね。これは僕のお客さんを見ていてもそうなんですが、まあ、若々しい人であればできるんですけども、一般的な40代後半ぐらいの方からですね、ちょっとこうトレンド感強いものは似合いづらくなってくるんですね。そして50代を迎えるとやっぱりですね、若々しい方の割合はぐっと40代の子よりは減ってきます。ですので髪の毛の量ですね、ボリューム感が減ったりだとか、あとはですね、黒髪から白髪になったりだとか、色も変わってくる方少なくないかなと思います。そうなると選ぶべき服の雰囲気も変わってくるかなと思いますし、あとは体型ですね。まあ、なんとか40代前半まではキープできていた体型もですね、50代に入ってからかなりこうぽっちゃりめになってきたりだとか、まあ、肉付きが良くなってきたりする方も少なくないので、そうなると体型に合った服選びというところも重要になってくるかなと思います。また雰囲気ですよね。若々しさっていうのは年々ですね、薄らいでいって、重厚感が出たりだとか貫禄が出たりだとか、まあ、大人っぽい雰囲気にどんどんなっていくわけで、そうなると似合う服のテイストも変わってくるかなと思うので、まあ、このあたりをですね、しっかりと理解しながら、この世代に合った着こなしというところを作っていく必要があるのかなと思います。まあ、このあたりを踏まえた上で、まず一つ目の項目からお伝えしたいなと思ってるんですが、綺麗めなアイテムを徐々に増やしていくということですね。これが非常に大事な項目になってくるかなと思います。一方で NG なのはカジュアルすぎるアイテムのみで全身をコーディネートするということなんですね。これはですね、結構街で多くの50代以上の男性を見てると思うことなんですけども、まあ、結構ですね、街で50代以上の男性を見てると感じることなんですが、カジュアルな着こなしの方が多いんですね。まあ、年を重ねてくるとなるべく手間をかけずに楽におしゃれを楽しみたいという方も増えてくるので、その結果結構カジュアルなアイテムを選んでしまう方が多かったりするんですね。まあ、フリースを着ていたりだとかパーカーだとかスウェットを着たりだとか、あとはですね、ちょっとこうくたびれた感じのデニムだとかチノパンだとか、このあたりを着てる方も多かったりするんですが、まあ、先ほどもお伝えした通り、年を重ねるごとにですね、僕たちの見た目というのはかつての20代の子と比べるとだんだんとカジュアル化していくわけですね。髪の毛の量は減っていくし、体型も変わってくるし、肌の張りも変わってくるわけですね。まあ、そういった環境の中でカジュアルなアイテムばかりを身につけてしまうと、かなり見た目の重厚感とのギャップ
ップが出てしまって、その違和感で全然似合わないということが起きてしまうんですね。ですので、50代になったらやや綺麗めなアイテムというところを意識しながら、様々なお洋服を買い集めた方がいいかなと思います。まあ、トップスであれば、シャツを多用したりだとか、あとは、スウェットだとか、パーカーではなくて、ニットを使ったりだとか、このあたりは普段の動画の中でも皆さんにお伝えしていますが、僕のような40代前半であれば、スウェットだとかパーカー、まだいけるんですが、やはり40代後半以降になってくると、なかなかパーカーのスタイルが難しくなってくるかなと思います。ですので、カジュアルなアイテムよりは、ニットを選んでもらった方が、まず間違いがないかなと思います。で、ボトムスなんですが、デニムとかチノパンが決して NG というわけではなくて、体型に合ったちょっと綺麗なものを選んでいただいた方が僕はいいんじゃないのかなと思います。まあ、デニムであっても、ちょっとこう中途半端なサイズ感のものではなくて、まあ、ジャストサイズ、足の形を綺麗に見せてくれるもので、色落ちがあまりしてないようなものを選んだ方が、50代以上の男性には似合いやすいかなと思います。まあ、チノパンを選ぶ際にも、センタープレスが効いていて、足が綺麗に見えるような、テーバード型のチノパンを選ぶと、特にスタイルがよく見えるかなと思います。まあ、ベージュ系も悪くはないんですが、ネイビーだとかグレー系のチノなんかを履くと、すごく綺麗めに見えたりするので、まあ、アイテムを選ぶときには、カジュアルすぎるようなものに振らずに、ちょっと綺麗めなものを意識するということ。ここはぜひですね、皆さん、一つ目の項目として頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて二つ目の項目なんですが、トレンド服よりも定番服を選ぶということですね。これもすごく重要な項目になってきます。まあ、ファッションを楽しむ上でトレンドの要素ってものすごく重要だと思うんですね。このトレンドというものを意識するからこそ、人との違いが明確になってくるので、あの人おしゃれだなと感じるようになるわけなので、まあ、トレンドはうまく活用した方がいいかなと思うんですね。ですので、僕の世代ですね、40代の中頃ぐらいまではトレンド感をうまく活用しながらファッションを楽しむのがいいかなと思うんですが、ただですね、40代後半から50代ぐらいになってくると、トレンド感の強すぎる服はやっぱり周囲から見てもちょっと浮くんですね。そして何より重厚感のある雰囲気とトレンド感というところがうまくマッチしなかったりするので、おしゃれ上級者の50代じゃない限りはトレンド感強めの着こなしはなかなか難しいかなと思います。あくまでベーシックな着こなしを軸足にしながら、ほんの少しだけトレンド要素を取り入れるぐらいで僕はバランスがいいかなと思うので、ここのですね、トレンド感というところはすごく注意が必要なのかなと思っています。まあ、分かりやすいところで言うと、身近なお店だとユニクロと GU がありますよね。で、 GU ってトレンド感があって、すごくですね、おしゃれに見えやすいアイテムが多いんですね。なので40代の男性であれば、まあ、GU 使っていくのもいいかなと思うんですが、50代になってくると GU が持つトレンド感というのがややですね、ちょっと強すぎちゃうかなというところがあるので、まあ、間違いなくユニクロの方が50代の男性には似合いやすいかなと思います。最新のトレンドアイテムを追う必要は全くないので、ユニクロでベーシックなアイテムを買い揃える方がはるかに大切かなと思うので、まあ、このあたりも意識しておくとすごくいいんじゃないのかなと思います。まあ、僕の動画の中でも結構ですね、トレンド感を意識したアイテムをご紹介することもありますし、まあ、ベーシック寄りのアイテムをですね、ご紹介することもあるかなと思います。僕の今後の動画を見るときにも、ちょっとトレンド感強いものに関しては、これはちょっと自分の世代には合わないなということでパスをしてもらうといいと思いますし、結構ベーシック寄りの着こなしをご紹介することも多いかなと思うんですが、そういったものに関しては50代世代にはバチッとハマるので、ぜひこちらの方を参考にしていただければなと思います。まずはトレンド感というところですね。ちょっと強めのものは逆に NG になるので、まあ、ベーシックを軸足としたものを選んでおくというところ、ここも意識をしていただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、サイズ感に関する項目なんですが、50代のサイズ感はジャストサイズが鉄板というところですね。これは覚えておいていただければなと思います。逆に NG なのはトレンド感強めのワイドシルエットだとか、あとはですね、昔から着ているお洋服の中途半端なサイズ感ですね。程よくなんかゆったりめというか、細くもないし太くもないしというですね、微妙なサイズ感というところも、これはですね、避けておいた方がいいようなNG 例になってくるのかなと思っています。まあ、先ほどですね、トレンドに関する内容もお伝えしましたが、50代になったらそこまでトレンド感意識しなくてもいいですよというお話をしました。このトレンド感とサイズ感というのは連動していまして、今のトレンドで言うとサイズ感はやっぱりゆったりめになってくるわけなんですね。このゆったりめが50代の男性に似合うかというと、まあなかなかハマりづらいなというのが僕の中での認識です。本当に今まで50代の男性のスタイリングいろいろとやってきましたが、ゆったりめのサイズ感が似合う50代
50代の男性はほとんどいなかった印象ですね。全体のもう 0.5 割もいないぐらいの感覚かなと思います。まあ大人っぽくて重厚感のある雰囲気と緩めのサイズ感というカジュアルさというのがうまくマッチしづらいんですね。ですのでサイズ感に関してはトレンド感そこまで意識せずにジャストサイズからまあせめてちょっとだけ緩さがあるぐらいのスタイルですね。このあたりまでは許容範囲なんですが、それを超えたビッグシルエットみたいなものは取り入れる必要は特にないんじゃないのかなと思っています。まあなぜビッグシルエットみたいなものが似合わないのかというとですね、もちろん雰囲気と合わないというのもあるんですが、あとは50代の男性というところで見てみると、まあその周囲にいる方もですね、同じぐらいの世代の方も多いと思うんですね。そういった時にちょっと一人だけですね、ビッグシルエットの服装をしてると浮いちゃうんですね。そして50代の方の認識の中でビッグシルエットというものがまだまだ見慣れない方だとか、感覚的にあんまりしっくりこないという方も多いので、その中で一人だけビッグシルエットの服を着てると、なんかこうだらしなく見えてしまったりだとか、年相応に見えなかったりだとか、変に若作りしてる感じが出てしまったりだとか、おしゃれやってるのかだらしないのかよくわからないとか、そういった事故が起こりやすいんですね。なので世代による常識みたいなところも含めて、まあ50代のビッグシルエットというところはやめておいた方がいいかなと思うので、まあジャストサイズで選んでいただくといいかなと思います。先ほどもお伝えしましたが、GU に行くとやっぱりですね、サイズ感もゆとりのあるものが多かったりするんですね。その点ユニクロにいた方がジャストサイズのアイテムが多かったりしますし、ただのジャストサイズではなくて少しだけトレンド感を取り入れながらちょっとだけですね緩めのサイズ感にはなっているんですが、それぐらいであればまず間違いなく50代には似合うかなと思うので、サイズ感はジャストサイズというところですね。このあたりを意識していただければなと思っています。はい、続いて4点目の項目は色選びに関する内容なんですが、50代からの色選びはベーシックカラー×アクセントカラーでメリハリをつけることがとても大切になるかなと思っています。街で見かける50代の男性をですねよく観察してると、ベージュだとかグレーだとかオリーブだとか、このあたりのですねちょっと曖昧な色を使って全身をコーディネートしている方が結構少なくないんですね。どの色に関しても単品で見ると魅力があって、使い方次第で素敵に見せることができるんですが、これらの曖昧な色だけで全身をコーディネートするとやぼったく見えてしまうんですね。ですので50代以降の男性に関してはある程度意図的に爽やかさというところを出した方がいいので、メリハリが大切になってくるんですね。まずは全身の中で濃い色を使うこと、これすごく重要なんですが、まあ濃い色というとですねブラックを想像される方も多いかなと思うんですが、まあちょっとブラックだと重たすぎることもあるので、まあ代わりにネイビーを使ってあげるといいかなと思います。ブラック同様に濃い色なので引き締まりますが、ただブラックよりは重たくないですし、ネイビーの持つ青みですね、こういったところに清潔感も漂うので、意外とですね50代以上の男性が引き締めるという意味ではネイビーをうまく使ってあげるといいかなと思います。他にはですねベーシックカラーであるグレーですね、このあたりはネイビーとグレーと相性はすごくいいですし、他にはホワイト系の色ですね、このあたりも非常に使い勝手がいいです。ホワイトもネイビーと相性がいいですし、清涼感漂うような色なので、ホワイトからオフホワイト、このあたりもうまく使ってあげるとメリハリの効いた着こなしになるかなと思います。またベーシックカラーですね、ネイビーですとかグレー、ブラック、ホワイト、このあたり以外にもですねアクセントカラーをうまく使ってあげるとより素敵に見えるかなと思います。例えば秋冬のニットの色なんかは割とですね綺麗なものを持ってくると50代以降の大人男性にはよりですね似合いやすくなってくるかなと思います。まあ最近は僕の動画の中でもこのあたりはよく語ってるんですが、ロイヤルブルーのニットですとかグリーン系のニットですとか、まあ場合によってはパープルだとかレッドなんかも悪くない選択かなと思います。まあレッドに関してはちょっと明るい色ではあるんですが、上にネイビーのコートとかを着てもらって見せる分量をですね減らしてもらえば、意外とですね50代以降の男性だったら似合う方もいらっしゃるので、トライをしてみるのもいいかなと思います。このようにアクセントカラーが一色加わるだけで着こなしの良いアクセントになりますし、ちょっと元気な感じに見えるんですね。このあたりのちょっとしたスパイスというかアクセントをうまく取り入れてあげると50代以降の男性にはすごくバランスが良くなるので、このベーシックカラー×アクセントカラーのバランスですね、ぜひ皆さんも意識していただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目は服の質を高めるということですね。これもすごく重要な項目になってくるかなと思います。まあ、20代だとか30代前半であればお洋服の一点ずつの質よりもやっぱりトレンド感があって今の雰囲気に合ったものをどんどん着ていくということが結構重要だったりするかなと思うんですね。まあアイテム自体にトレンド感があるので、そこまで質を高めなくてもなんとなくおしゃれに見えたりもするわけなんですが、まあ、50代になってくるとトレンド感のあふれるお洋服よりは
割とベーシックで定番的なもの選びが大切だということも先ほどお伝えしました。そしてこのような定番的なアイテムであればあるほど服の持つ質感っていうのはものすごく重要になってくるわけなんですね。トレンド感というところでごまかしが効かないので、服が持つ品の良さだとか色合いの上質さだとか風合いの良さだとか、このようなところで差別化をする必要があるので、一点ずつの単価はやや高めた方が素敵には見えやすいのかなと思います。まあ、先ほどから GU ユニクロという話も出てきましたが、まあ、この2つであったらユニクロの方が質感はいいのでこちらを選ぶべきかなと思うんですが、ただユニクロばかりでもなかなか難しいのが50代世代かなと思います。そうなるともうちょっとレベル感を上げてセレクトショップのオリジナルですね、ユナイテッドアローズですとかトゥモローランドですとかエディフィスですとか、まあ、このあたりのセレクトショップのオリジナルの商品なんかをうまく取り入れてあげると割と50代の大人世代には似合いやすいんじゃないのかなと思っています。僕も普段ですね、50代のお客様のスタイリングをする際にはセレクトショップの中ではユナイテッドアローズ系列の中ではユナイテッドアローズですね、ここに行くことが結構多いんですね。結構定番的でベーシック用のアイテムも多いですし、素材の質感もすごくいいのでユナイテッドアローズのグループの中ではユナイテッドアローズがまさに使いやすいかなと思います。そしてトゥモローランドなんかも結構エッジの効いたアイテムも多かったりするんですが、ニットの質感が良かったりだとか発色が綺麗だったりだとか素材使いもすごく良かったりするので、結構50代以上の大人の男性にも似合いやすいかなと思います。あとはエディフィスなんかも割とトレンド感のあるものもあるんですが、フレンチカジュアルをベースにしながらもそこまで行き過ぎないアイテムも結構店内には多かったりするので50代以上の大人の男性にも似合いやすいかなと思います。まあ、このようなセレクトショップのオリジナルをうまく使いながら普段のユニクロよりももうちょっと質感を上げていただくと、まあ、年齢を重ねることでちょっとずつ失われつつあるフレッシュさというところをうまく保管してあげることができるかなと思います。50代になったらいろんな服の量を揃えるというよりも一点ずつのアイテムの質感を上げる、そんなに量は必要ないので丁寧にベーシックなアイテムを揃えていくことがすごく重要になってくるので、このあたりもぜひ皆さん頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では50代のおしゃれの鉄則5選ということで、まあ、NG 例も皆さんにしっかりとお伝えしながらですね解説をさせていただきました。やはりですね、普段僕がお伝えしている動画よりももうちょっとベーシック寄りな内容が多かったかなと思います。まあ、改めてまとめると50代の男性の多くは結構カジュアルめの着こなしをしている方が多いので、そうではなくてちょっと綺麗めなアイテムを多めに揃えておくことが大切だということですね。そしてトレンド感というところはそこまで重要ではなくて、ベーシックなアイテムを丁寧に買い揃えておくことが重要になってきます。ですのでサイズ感も大きすぎる必要はなくてジャストサイズでいいですし、あとは色に関してもメリハリを効かせるためにネイビーですとかホワイト、ライトグレーとか、このようなベーシックカラーをうまく使うことが大切です。それだけではなくて差し色も使ってあげるとよりですね素敵な雰囲気にはなりやすいかなと思います。そして質も大事なので、セレクトショップのオリジナルなんかをうまくユニクロとミックスしながらコーディネートを組んでいただくとすごく50代の方には合いやすいかなと思うので、ぜひこのあたりをですね把握しながら50代の着こなしも皆さん楽しんでいただければなと思っています。今回はですね具体的にこのアイテムがおすすめですというところでは出してはいなかったんですが、まあ、今後の動画の中では50代におすすめの春服5選ですとか、そういった内容もですね定期的に出していきたいなと思いますので、まあ、ぜひ皆さん楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。